ガブリエル・ディ・ギフォーズはアメリカ合衆国の政治家、実業家。2012年1月25日までアリゾナ州選出の連邦会議員であった。民主党指導者会議のメンバーで新民主党グループに所属していた。また彼女は中道的だったためブルードックと呼ばれる恩恵派グループメンバーであった。ユダヤ教会各派の信徒、アリゾナ州の通村で生まれた。 彼女はユダヤ教徒の父親とキリスト教徒の母親という宗教的に混交した家庭環境で育った。祖父はリトアニアからアメリカへ移住したユダヤ人であった。ツーソンの地元高校を卒業後はスクリプス大学へ進学し、社会学とラテンアメリカ史の分野で学士号を取得して卒業した。その後、メキシコでフルブライト小学生として1年間過ごした。 その後、1996年にコーネル大学大学院で地域開発計画分野の修士号を取得した。研究は米国関係に関するものであった。大学院終了後、ニューヨーク市のプライスウォーターハウスで地域経済開発の専門家として勤務した。2001年から2003年までアリゾナ州下院議員を務め、2005年まではアリゾナ州上院議員を務めた。 2006年11月の中間選挙ではアリゾナ州第6区で共和党のジム・コルビーに勝利した。2007年にアメリカ海軍隊員の宇宙飛行士マーク・イ・ケリーと結婚。詳細は2011年通村銃撃事件を参照2011年1月8日にアリゾナ州通村でジャレット・リー・ロフナーによる発砲事件により頭部を撃たれ重体となる。 犯人のロフナーがなぜ銃を乱射したのかは本人が黙秘しているためによくわかっていないが、ロフナーは政府に不満があると発言していた。また、2010年の中間選挙でギホーズの事務所へ頻繁に嫌がらせをしていたという。さらに、ロフナーは軍に志願したが認められなかったことへの憤りや、以前から犯罪歴があり、精神的な不安定から、 マインドコントロールに関心を持っていたことから、ロフナーは精神的な問題を抱えていた可能性があるという。この発砲事件に関連して、大統領選挙で、元副大統領候補であった、共和党のサラペーリン前アラスカ州知事が、2010年の選挙の際に、再相談せよ。と、ツイッターで発言したり、選挙戦対抗馬を表すターゲットマップとして、技法図を含む、 民主党候補をライフルの的でフェイスブックに表現していたことがこの事件につながったのではないかと議論されている。ペーリンは事件を直ちに再相談せよ。ツイート、標的マップを削除している。技法図は銃規制反対派でありワシントン DC の銃規制法令にも反対していた。個人でクロック射製の銃も所持している。しかし技法図は 全米ライフル協会から D の評価があり、米国中所有者協会からは D マイナスの評価だった。なお、技法図は、14人などが一部の左派からも批判対象となっており、特に同等のナンシー・ペロシ議長との対立後は、それが顕著だった。ペーリンを銃撃事件の先導者として批判していた、左派有名サイト、デイリー・コスモ、ペーリンと同様の、 標的マップを2008年の選挙で掲載。しかも、左派の立場からギォーズを標的としていたことが後に分かり議論を読んだ。事件後初登院するギフォーズ6月16日、銃撃の傷が癒えたため、リハビリ先の病院を退院した。今後は、テキサス州の自宅で24時間看護を受けながら、通院治療に専念するとしている。8月1日、 米債務上限引上げ法案の採決を行うため、事件を初めて会員本会議に出席した。議場では、民主、共和党の議員だから復帰を祝福され、彼女も同僚議員の方を抱くなどして、感謝の意を示した。なお、採決では、賛成票を投じた。2012年1月25日、回復を最優先して、リハビリに専念するため、会員議員を辞職した。 東部府省から復帰を果たした、ギフォーズの不屈の投資と苦難を克服して勝利する資質を称えて、アメリカ合衆国海軍は2012年2月10日、心臓のインディペンデンス救援会域戦闘艦に、ガブリエルギフォーズと命名することを、連名バス海軍長官の名で発表した。ギフォーズを銃撃し、6人を射殺したロフナーは、司法取引を経て、2012年11月8日に、 ニューヨークの連邦地裁で終身刑を言い渡された。かねてより銃規制反対派であったが、事件後は銃規制について理解、共感を示すようになり、公聴会にてあまりにも多くの子供たちが犠牲になっている。議会の行動を望むと発言している。ありがとうございます。